はいい、えー、おはようございます <coughs> あちょっと声が枯れてるからね, <laughs> ねえ、えー、8月15日ね、あのーはあまあ、終戦記念日ってね言われてますけど、まあ、本当は終戦の日じゃないんだよね、あのー、その後にさ、まあ、戦争しじたわけなんだけども、まあ、結果的には、まあ、日本ではこの <coughs> 終戦記念日っていうのが8月15日だっいうことで、まあ、お盆のね えー、ち僕なんかはおおのなんとかなもうここね、えー、今三浦,に三浦半島ですね、えー、の最南端の三崎ってとこに住んでるわけだけどもあのー、まあ大体この時期はね、えー、道路も混むしねお店も混むんであんまり外に出たりしないんだけども、まあ、今年はねあの例のあれ、えー、台風騒動っていうかね もう来るか来ないかわからないだからさ <laughs>。で、ずっとしたはね、えー、こいつ、仮別に関東にね、寄ってくるなんて言ったんだけど、急にね、あのー、進路が外れて、えー、今回のね、8月の、うん、14、15で行うはずだった、あ違う違う、13、14だ。13、14で行うはずだったい日ってあるんだけども、まあ4年目というか、まあ例のね、えー、流行り風のおかげで、えー、しばらく中止だったのが、 あ今年はね、7月に一応ね、えー、お祭りはあ大盛況で終わりまして、えー、その続きでまた今回ね、えー、本当は夜市っいうのをやる予定だったんだけども、まあ、ははは早々にね、このうん台風の進路がこっちに来るんだっていうことで、えー、中止になりまして、で、まあ、なんとなく街もね、えー、静かな状態であったわけだけども、うん結局、<laughs> ね、今年の夏はこう、ちょっとね、 うん、家にいる機会が多くて、まあ、おかげさまでね、あのー、家族なんかも、うっ、えー、と今週はね、えー、庭にプール出して、えー、孫なんかがね、遊びに来てて、ああ、もう、孫の世話も結構大変だよね <laughs>、っていうねうん、なんとなくそんなね、あの、ことをやってるわけですけども、うん、ここ来てね、なんかさん、この終戦記念日でね、思うことっていうのは、やっぱりこの間行われたね、広島の G7 でさ、 そのなんでゼレンスキーをね呼んだかっていうね戦争ってさ悲惨なわけじゃないでテレビ番組もね結構15日の日はあ、ねえー、修繕記念日ってことでもう大々的にですね、えー、戦時中の話とかね戦後の話なんかもどんどん出てきてて当たり前だけどさ戦争なんていうのはさ人間のやることじゃないよね。 で,でもさ、人間がやることじゃないのに人間がやるっていうのはさ、何かっていうと思想なんだよね。結局、なんていうの、うんその国のさ、あ司さる人たちの心情、えー、とかさ、思想で起きるわけでしょで。今回のロシアのやつだってそうだけどさ、明らかに、ね、そのうんロシア悪しのね、えー、形で、えー、結果的にだから、 あの、ウクライナのさ、その、まあ、ロシアの侵攻っていうのも、まあ、結局仕組まれた、やり口なわけじゃん。結局何を目的的的か、目的とするかっていうと、やっぱりさ、国土の問題なんですよ。結局、ね、あの、ウクライナを犠牲にしてさ、で、ね、あの、大量な兵器をね、どんどん消費して、で、古いね、あの、 うん戦闘物資をどんどんんん送り込んで,、ね、で、ねそれで商標をね、一定のところが利益を上げて、で、じゃあ、今度、周りはどうかっていうとさ、やっぱり、えー、近隣諸国のね、その、食料問題にまで発展しちゃってるわけでしょ。で、今回の、そのさ、うん、流行り数の問題もね、まあ、これあんまり言うとまた <laughs> 消されちゃうからさ、言わないけどさ、誰がどう考えたっておかしいじゃないですか。 で僕はそのねおかしいって言ってるのにねあの消されちゃうんですよ動画を <laughs> 今見てよね誰もがさ僕の言ってることが正しいっていううになびいてるわけだよね世の中全部そうじゃんさそういう,ふうに動いてるのに何度かしらないけど未だにねあなんかあっ未だにさねそのうーん当時ねまあ僕と反対のこと言った人 ねうて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 言ってた人たちね。今、出てこないでしょうん。で、ねあのー、それは、じゃあ誰かのお達しでそうなってんのかね。日本だけですよ。まとめにそんなこと言ってんの。うん。だから、あのー、なんかさ、うん、日本っていうものがさ、なんか、こう、うん、ないがしろにされてるっていうかさ、まあそういうような、あのー、政治スタイルになっちゃったよね。うん。だから、 あのー、これ結構失うもの大きいと思うよこの数年間で、うん、で、えー、その失うものって何かっていうとさやっぱり一度壊れたものって治らないよね、うん、だから例えば今ねあのー、さああそっちはなんだけどね自営業者の人とか中小零細の人たちだよね一生懸命頑張ってやってきましたで結局その消費をねコントロールされちゃったわけじゃないスパッとこうのをね 緊急事態宣言でさ、でも、命かながな生きてるところって、今度はさ、借金まみれになっちゃったわけじゃん。で、いうことになると、もうぼち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 ね、あの、倒産の嵐が来てるわけだよね。でさ、あのー、これ、当たり前だけど、うーん、日本ってさ、一回会社が倒産してしまうとさ、立ち直れないようにできてるじゃん。 で、アメリカなんかはそうでもないよね。あの、外からの様が集めてさ、潰れちゃったからって、お前しょうがね、また次に頑張りましょうみたいな形のノリでね、あのー、頑張れる人いるわけだよね。だトランプなんかそうだよね、一回果たしてるでしょで、でもさ、大統領までね、行き着いちゃってるわけじゃない。で、そういうさ、再生する能力を阻害する構造になっているから、あのー、一度倒れちゃうとね、あのー、もう金融機関もそこを向いちゃうし、 要するに再生ができないんですよ。っていうような形の、あの、構成になってるわけ。でさ、あの、実際にね、あの、今回のこの、うーん、まあ,あ、緊急事態宣言で、えー、ね、僕としてみれば、何のメリットもなかった。ね、あの、まあ、これもあんまり言うとさ、あれだからだけどね、こう、 時系列で皆さんね、あの、いろんなデータをさ、時系列でちょっと合わせてみて。そと僕と同じね、表ができるからさ。そうすると、あのー、この緊急事態宣言というものの効果は正直言って全くなかったところか、逆に言うと、ね、緊急事態宣言が外れると、急激にまた、ね、その入る風が増えちゃうみたいなさ、いうことで、どん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 結局ね、絞っちゃ広げる、絞っちゃ広げる、絞っちゃうドアタッド,アド,アドアなっッドアッドん、でしょ。 で、そういうような、あのー、国の構成を作っちゃった。で、さらに、今回ね、だって、ほっとけばさ、あのー、まあ、そう言っちゃなんだけど、ね、その、ウクライナの問題も、こんなに長期化するわけないじゃん。にも変わらず、なんで長期化させてんのってこと。ね。で、わざわざ、なんで、ね、その、うーん、ウクライナのゼレンスキーをね、あのー、 日本にわざわざざ g 7で、呼ぶのっていうことねでこれってさ、あのー、誰かが仕組んでるんですよ。うん。そう。で、結局ね、あのー、日本という国は、まあ、うん、ロシアからも、ね、離れ、ね、えー、中国からも離れ、ね、それで孤立化させるっていうような作用がね、どんどん出来上がってきてるんじゃないですか。で、例えば、あの、ね、この、うーん、ね、 その終戦記念日に言うのもどうかと思うけどさ、ねえ、えー、田中角栄がね、だって日中国交、ね、正常化あっていうのを、ね、そのアメリカに逆らってやっちゃったよね。どうなりましたであれがもう教訓なんですよ。だからどうなるか分かっちゃうわけじゃん。だってハムカウとさ、殺されちゃうんだから。うん、だから、あの、そういうような、その時代がね、あの、今形成されて、されつつあって、だから、 政治家の人たちも多分心の中ではだって僕がわかるくらいなんだから政治家の人たちみんな分かってるはずんだよね。でもやらない理由って何ですかあともう一つはやらなくていいことをやる理由って何ですかってことなんですよ。ねで、まあ、あのー、ね、この間も、えー、LGBT 法か。ね、あれだってさ、やらなくていいのに急にやるようになったよね。なんでっていうことなんですよ。でもなんでっていうこと。 で、なんでっていうことを、要するに、みんなさ、ね、その、疑問に思わずに、刷り込まれる。ね。で、この、ウクライナ、まあ、戦争だよね、もう今となってはさ、まあ、侵攻とか言ってるけど、まあ、もう実質は戦争だよね。なんで起きたのってこと。原因はさ、言えばわかるじゃない。うん。簡単なことだよね。ね、最初はだから、ね、あの、ウクライナが、NATO に、ね、加盟して、で、まあ、武力を持つ。 で、なんでその必要があったのってこと。本当はないんだから。だって本当、ね、仲いいんだから、本当は。だけど、そこにさ、ね、あの、うーん、コメディアンのね、大統領を作ってさ、で、そこで演技させて、今見たことになっちゃってるわけじゃないっていうようなことを考えたら、ね、わかるじゃん。何のためですか本当は、ね、戦争を禁止すればいいんですよ。そうもないだ例えば、ね、国際社会の中で、ね、じゃあ戦争を起こしたやつは、ね、 全世界から制裁を受けるっていうルールを決めちゃえば戦争なんか起きないですよ。でどうなりますか売れなくなるものがいっぱい出てくるわけですよ。今ね、あのアメリカ社会、なんであんな、ね、あの、凶暴な人たちが増えてきたの銃持ってるからですよ。ね。だ日本はさ、ね、あの、銃持てないよね。だけどアメリカはさ、普通に銃売ってるわけだからさ、あの銃をねも、持たないといけないくらいな治安の悪さなわけじゃない。 で、今またさらにね、どんどん治安が悪くなってきてるわけ。で、それは何かっていうと、その文化がどんどん変わってきてね、要は、あの、白人社会だった、ね、えー、ところに黒人が現れた。で、今度黒人の人たちがどんどん、ね、その地域的なものを取るようになってきた。ね、で、そうするとどうなるかっていうと、今まで迫害を受けてたんだから、お前ら迫害してやるぜって話になっちゃったわけじゃん。ね、っていうような、その、 文化っていうものがね、あるわけ。日本どうですかないと思うよ。うん、だって、そうじゃん。ね、まずさ、ね、全世界、ね、全世界は宗教っていうもので洗脳されてるわけだろ。で、でそれがさ、宗教によって戦争が起きるぐらいの、ね、宗教に,に傾いちゃってるわけだよね。日本人そんなことないじゃん。ね まあいろんな宗教はと <laughs> から出てきたやつとかさあんまりこういうとまた言われちゃうからさだけどねあるよね新聞いっぱい売ってるやつとかさ <laughs>、ね、だってそれさ宗教でもなんでもないじゃんだって、ねうん、<laughs> なんちゃらさんが作ったやつとかねその話でしょでね,ねあの、うん、欧,欧米諸国のやつもそうだよね、うん 神じゃない人がね、そのああああやめあがめられてさ、ね宗教になっちゃってる。考えっていうのはそういうもんだよなね、例えば、うん、まあマルクスもそうだし、レーニンもそうだし、いろんなさ、あの哲学があって、でそれに基づいて社会の構造ができているっていうこと。で日本はさ、じゃそういうのありましたかっていうと、あんまいないよね。でいうような形のね、日本国ってあるわけじゃん。ね。 で、日本人はそれに基づいて生きてるわけだよね。で、過去においてもそうなんだよ。長い歴史があるわけじゃん。でここにね、まあ、いろんな、うん、人たちがこうね、戦争が終わってからいろいろこう、ガ始まって、で、今はさ、あの、逆に、うん、利権を求める人たちって日本人じゃないよね。うん、大体外国人じゃん。うん、で、それがまたあ、政治にもね、今度国籍、ね、あの、うん、やっぱさ、堂々とさ、自分の国籍言えばいいじゃない。 ねで、例えばその中国好きだ。ね台湾好きだ。なんでもいいよね北朝鮮だらんだ。ねで、いいじゃないですか。ね朝鮮人の人が来てで、そこで政治の中で私はこう,、ね、こういう、ね、ものですと言ってた、ね、ちゃんとした名前で語ってさ、やって選挙で勝,勝てばいいだけでしょでもさ、そうじゃ勝てないからって言うんでさ、ね、偽りを持ってさ、ね、国政をごまかしたりしてるわけでしょっていう人たちがどん,どんどんどん中に入ってきて、国を司ってるわけじゃん。ねで、それさ、やっぱり、 日本の国に対して、ね、いい方針とか、日本人にとって正しい判断というのは、俺はできなくなってきてんじゃないかなと思うんですよ。っていうのが、まあ、今回のね、その、うん、まあ、G7 でね、その、なんで戦争の当事者のさあ、大統領を呼んでね、で、そこに加担しようとしてんのっていうこと。で、これ、やっぱさ、あの、 誰かに言われてやったんだろうな。なんでかって言ったら、勝手に言うわけいかないじゃねで、結局、呼んだらね、創作官食ってるわけでしょで、やっぱりさ、あのー、それ違うよねって、普通の人はわかるんだけど、それ違うよねっていう判断すらできない、ね、総理大臣って、どうなのかなって思っちゃうんだよね。別にさ、僕はあの、うん、なんとかな、個人的なね、あれは言うつもりはないけれども、だけど、やっぱさ、 彼の政治信条っていうのは、まあ、池田ヤ人から来てるわけでしょそうさ、池田ヤ人って、あの、ね、その、うん、所得倍増論とかね、いうことで、うん、政治家の中では頑張った方だと思うんだけども、だけどさ、やっぱり、えー、ある意味では、やっぱり、この、うーん、官僚型のさ、その政治的なや,やつだよね。だから、あのー、要するに、 うーん、そうだね。あの、うーん、田中角栄とかさ、まあ田中角栄とかさっていつも言うけど、やっぱ魅力的なさ、政治家っていなくなっちゃったよね。で、やっぱさ、あの、あの当時のね、その日中国交の政治上化っていうのは、やっぱり大きな課題だったと思うんですよ。だから、当然だけど、その国の,大あの総理大臣としてえやったわけだよね。で、僕も、 その当時、日中国交当時芸術協会っていうところに入ってね、で、中国に行ってさ、その、当時のね、文化を学んだり、えー、しましたよ。で、それはそれであのすごい勉強になったしね、あの、やっぱりさ、あの、もう当時はだいぶ遅れていた中国の国が、今はすごい勢いで伸びてきてるわけだよね。で、そこでさ、あの、じゃあ日本人はそれに追いつけるかっていうと、この間も話したけど、 でできないんですよ規制ばっっっかかり作っちゃったからだから何やるにしても規制があるから、ね、動けない。ね、で中国はあの規制がないんですよ。ねルールは決まってるよもちろん。だけどルールをルールさえ守ればねあの何やってもいいっていう社会じゃん。だからすごい勢いで加速動的にこっちは伸びてきてる。でこっちは何やっても遅れる。ね、で例えばね今回の薬の問題だってそうだよね。 日本でどん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 さ、進化してるのに、それ全部ね、その、潰されるわけですよ。なんでかって言ったら、ね、あの、そこに利権が働くから、なんだよね。っていうのが、やっぱ国の、その政策を司る行政の人たちですよ。だから、ここの部分に問題がいろいろあるから、どん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 遅れを取ってるっていうことも分かってないんだよね。で、かといって、こっちはどうなってんのっていうと、あい、ね、AI とか、もう、 すげえ進化がしちゃってるわけだよね。どうなりましたね若い人のさ、就職率ね、二十あ、あ、失業率23%。ね、えー、もう、これからもっと増えんじゃないのこれは僕の、うん2年前、ん年あ、じゃこのね、うん流行り風の、流行った、その年の、要するに、 え、セミナーで僕はお話してるんだけども、これから大変なことになりますよと。当然だけど、ね、やってることとかさ、ね、その政策的なこととかね、いうことを絡めてみると、これ、ね、大変なことになりませんかっていうのをね、まあ、具体的に、ね、お話をしてるんですよ。全部当たってんじゃないですか。失業率も当た,り当たりましたよね。で、これがどこに行くんですか、今度。日本に行きますよ。うん。っていうことは、日本の若者はね、 今みたいにね、なんか、平和的な物事とか、平和っていうかさ、平和じゃないね、頭の中がちょっとさ、あの、うん、もう、なんていうのかな、生まれてこ、この方、ね、景気のいいとこ味わったことないし、教育もね、競争っていうものも味わったことないし、で、ね、で、さらにさ、ね、あの、語学もそんなに進んでないし、ってなった時に、 戦えんのがないと思うんだよね。だって向こうはね、まあ、当たり前だけど、母国語は喋るわね、英語は普通に喋れる。その他に日本語は喋るたり、ね、するわけじゃん。だいたい三国語くらいはさ、普通に喋るんですよ、向こうのエリートの人はね。っていうような社会の中で、じゃあ、ぼーっとしたさ、その、日本の若者が、ね、その人たちと戦って勝てるかどうかってことですよ。で、さらに日本はね、今、あの、うーん、なんとかな、本当にお花畑だよね。<laughs> 最低時給制度で、ね、年間休日ね何百何十日、ねえー、で、えー、残業もさせられないで、ね、結局、ね、あのそういうのを、ね、あの作り上げたさ行政の人たちがねそれを指導してるんだけどもそれに乗っかっちゃった人たちはさどうですか所得は下がっちゃうしねで結局そうしたらどうするの副業、ねえー、しなきゃ食っていけないとかさもうそんな社会にい,いつしたの うーんって僕は思うなうん。これがもう浸透化してるから競争あの、多分海外の競争力が下がってくるんですよ。だけど、僕は一番大事なことっていうのは、やっぱ文化だと思うんですよ。日本っていうのはね、あのいい文化があるわけ。で、ここっていうものをもう一度ね、振り返らなきゃダメだと思うんですよ。例えば、ね、あの、この間テレビでね、あの外国人がさ、日本に来てね、あの テレビ、テレビってなんかテレビっ子みたいにこうじゃけさ、すごいうの見るんだドドュメントの話はね。で、その人はさ、ね、輪島塗のね、その、もうどうしても勉強したくてね、日本に来て。で、輪島塗ね、自分で、あの、なんか、あの、独自でやってたのが全部ね、全く違くて、ですごい日本の文化ね、だってそうでしょ、あの、お椀一つにさ、ね、2年もかけて作るとかね、あの、世界で考えたらおかしな話じゃんさ。だけど、そういうさ、ね、その、 農耕民族のね時代、時間を超えたさ、技術力ってものあるわけよ。ね、すべてそうじしょあの、例えば、うん、まあ、僕なんかがね、今、うーん、沢立当人っていうね、日本人で初めてさ、大博物館で古典を開いた人のね、作品を、三崎倉とか、ね、えー、鎌倉遊び笠とかで、えー、食器を使ってるわけよ。で、それ高いんですよ、もちろん。で、高いんだけど、要するに、その、 系統の人がさ、もう作者が一人しかいないんですよ。四代目。ね。で、これがいなくなっちゃったら、もうこの文化終わっちゃうわけですよ。で、結局、ね、陶器っていうのはみんな中国からね、まあ、当然だけど、ケイトクなんては巨大なさ、そのね、えー、粘土があるし、同じようなね、その、1200度で焼くね、その、うん、磁器って言われてるね、陶器より硬い、その、器なわけですよ。で、これの生産量は当然だけど、向こうの方が早いわけじゃん。だけど、 ね、やっぱりその職,員職人技ってさやっぱり違うわけだよね絵を描く技術だとか絵付けをする技術だとかが違うわけですよでそういうものもやっぱさ向こうもあっていいよでこっちもあっていいじゃんっていうのが逆に言うとこの経済の社会の中ではあこっちが安いからこれでいいじゃんになっちゃうわけだからとんちん感だねその図柄のさ要するに、えー、食器が出てきたりするのよねでえー それってさ、まあもともとね、向こうから来た技術なんだけど、やっぱり日本人としてさ、ね、あのーうん、蓄積されたね、えー、ものがあって、で、日本の文化ってあるわけじゃないあと今どうですかこう、世界にこう広がってるのって、日本のね、食文化なんか見てもらえばわかるけど、ね、もう寿司から何からさ、向こうに浸透しちゃってんじゃん。これ何ですか思想なんですよ、物事。根本的にある思想の違いなんだ。だから、 うんね、日本人はこれを守らなきゃいけないっていうこと。だから政治家の人もやっぱ思想を守らないとさ、いけないと思うわけ。うん、だから思想がないからそういうふうになっちゃうわけですよ。金の問題でね、なびいちゃったり、政治生命ね、えー、で、票が取りたいから変なとことくっついちゃったり、ね、えー、統一教会そうだよね、というようなことが起きちゃったわけじゃない。っていうような、なんか、こう,うん、悲しいかなね、日本の社会っていうのは思想、 まあ、壊れちゃったら、もう終わりじゃんっていうこと。アメリカなんか見てくださいよ、今。ねあの、テレビでほとんどやんないじゃん。アメリカのさ、た、たとえ一部の都市一つでもいいからさ、ねあの、うん、僕はね、その、最近向こ,こに行ってないかわかんないけども、まあ、いろんな方からね、話聞いたり、ええーね、ねその、YouTube 紹介されたりして見てみるとさ、残酷だよね。うん、資本主義経済ってそういうものなんだってことを、やっぱさ、日本人もう少し、 理解しなないいとと戦えないと思うよねうんだからなんか知らないけどさね、うん、どん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 日本の国力をさ弱体化させてきたのって実は国民じゃないんじゃないのって思うわけ。うん、でそれをこう決めつけてね押し付けてきたあー、ねまあ、政治家だと,かだとか行政ってものねでそれの指図はどっから来てるかってもう分かっちゃってるんだから。 皆さんね分かってるんですよ支持書が来てるわけだから日本にっていうものを要するに理解しないとダメだなと思うねだからやっぱり僕は僕たちは僕たちでねその、うん、生き方っていうものを汚されないような最後の生き方はしっかりとし,たいしていきたいと思うよねうんそ,それは何かって言ったらやっぱりさあの今の日本の国がダメだと思うんであれば次の選挙で、ね、もう みんなが選挙に行って、今の、その、ね、してる人たち。だから今選挙ね、あの、できないと思いますよ。うん、自民党多分すげえ弱っちくなっちゃうと思うよ。うん、だけど、自民党の中に,に自民党の委員ではあるけれども、ね、ちゃんと筋の通った人いっぱいいるんですよ。だけど、ね、多勢に無勢で負けてっちゃうわけじゃん。だから、僕はあのね、自民党ね、あのが、ああ、当然ね、与党なんだから、ね、 その与党の中でやっぱり活性化をする政治家をねやっぱり生んでいかないと俺はダメだと思うんですようんあの優秀な人いっぱいいるんですよだけど残念だけど <laughs> やっぱりさそのまずねこちらね推進してきたやつとかねなんか知らないけどコールに行くえとか言ってるやつねっていうのはやっぱり俺はさ今後 あの行っちゃいけない政治家じゃないかなって思うようになってきたんですよ。だからある意味ではねそのうんね力はあるかもしれないけれどもねそれはあのね当然二世三世議員というのは力ありますよね必ず落ちないんだからだから逆に言うとそういう人がもっとね切り込んでねちゃんとした政治的信条を持ってねやっぱり社会を変えるっていうような気持ちがなきゃダメなんじゃないかなと思うんだよねうんあそういう面では。 ぜひね、二世議員さん、三世議員の人もさ、ね、落ちないんだからさ、ね、落ちないながらに、ね、自分の心情をね、政治にぶつけた方がいいと思うんですよ。そのが、僕は国民のね、ためにもなるし、ね、いい社会になるんじゃないかなと思いますよね。まあ、今回のちょっとね、まあ、この終戦記念日にさ、ね、あの、戦争を活性化するようなね、態度を取ってる国、ね、その中に日本がいるっていうのはちょっと寂しい気持ちになりますよね。 ということで、まあ、うん、ねあの、いろんなね、この、うん、世の中あるかもしれないけども、やっぱり僕たち一人一人がさ、ちゃんとエリター出してね、あの、しっかりと恥ずかしくない生き方をしろ、し,していけばいいんじゃないかなと思うんだよね。と、えー、いうことで、あの、消されないように。一生貫いても消されてしまう。<laughs> 今日この頃の、 ラがこいいいるっていうね <laughs> 寂しい気持ちだけどねえなるべく消されないようにね、気を使って配信をしていきたいと思うので、今後もね、チャンネル登録していただいて、ご意見なんかはね、どんどん書いていただいて、またあねあ、聞き、ね、聞いたいことあれば聞いていただいて、それについては分かる範囲でね、お答えしますので、ぜひ、今後ともね、末永くこのチャンネルの方をご視聴いただきたいなと思います。ということで、それではまた。